8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、姉妹校マッチ、の続きをやっていくわけなんですけども、残りね、数えたところ8人ですね。8名の方ですね、まだやってない方が。で、それを、が終わると、まあ、1周目が、無事終了というような感じで、で、もう4月入っちゃったんでね、まあ、全国大会前にはね、その姉妹校のさんとのその練習試合の、そのアップデートが来ちゃいますんで、まあ、それまでにはね、ちょっと全部、全員終わらしたいなというところで、で、もう今日ね、もう一気に、まあ、いつもね、5人ずつやってたんですけど、まあ、今日はもう一気に、下までやっちゃおうかなと、思います。はい、ではね、行きましょう。で、ランダムで、7月発動です。で、今回のオーダーはですね、まあ、一応こんな感じで、1番セカンド、月、委員長、2番ショート、たゆたゆ、3番サード、嫁様、4番ファースト、ケンちゃん、5番レフト、ヒイラギちゃん、6番センター、キリちゃん、7番ライト、アカネちゃん、8番キャッチャー、チヨちゃん、9番ピッチャー、カマンベール、パイセン、っていうような感じで、まあね、今回は、こんな感じで、まあ、ちょっと守備寄りの、まあ、ガチガチでいこうかなって感じです。まあ、ヒイラギちゃんであったりだとか、キリちゃん、アカネちゃんで、チヨちゃんもそうですし、うん、まあ、ちょっとね、打力がちょっと弱いんですけど、この5678弱いんですけど、まあその分ね、守備能力がね、まあすごく高いので、まあ大丈夫でしょうっていうところ、まあまあちょっとね、5からね8が頻打になっちゃうかなって感じなんですけど、まあ上位打線になれば、まあちょっと 1,2,3 で、ランナー貯めてもらって、最後ケンちゃんでズドンです。まあそんな感じでね、まあ 1,2,3,4 でもね、十分点取れる、メンツではあるので、まあただね、ちょっと競ったゲームになってきて、で打順が下位に回っちゃうとね、ちょっとね、やべえかなっていうところはあるんですけどうん、まあそんな感じでね、今日は、やっていこうかなと思います。はい、では相手は、まあ月染めですね。うん、まあうん、そうですね、まあ、EX プラス6なので、まあ、それなりに、育った、属性チーム、組んでるんじゃないかなっていう感じですね。はい。で、まあ、ケンちゃんに関してはね、まあ、調子勝手に上げてくんで、まあ、いいんですけどね。はい。まあ、上位打線の方ね、ちょっと頑張ってもらわないと、おお、エラーで出塁。うん、頑張ってもらわないと、ちょっと困るところである。さあ、では流し、あ、そうだ。あれ、するの忘れた。アニメーション。うん。で、ランナーいますけど、まだちょっとそんな勝負出るところではないので、そのまま行きます。はい。で、アウト、アウト、ヒットになる。で、盗塁成功のアウト。うん、オッケー。ちょっと危なかったですけどね。で、アウト、まあ、下位打線なんで、まあ、こんなもんでしょうっていうところですね。うん。さあ、一発でも長打が出れば、あかねちゃんはね、発動することができます。CH の方。で、アウト、アウトで、まあ、ミュート重視できますけど、まあ、関係はまだいいかな。うん。そんな勝負するところではない。で、アウト、アウト。いい感じで、抑えられていますね。今のところね。うん。で、まだね、投手戦って感じですね。では、流し打ちで、嫁の流し打ちで回復します。おお、来ました。先制ホームランでございます。ビッグフライシーののめさんですね。さあ、このね、状況を打開したのは、嫁様でしたね。では、まあ、ケンちゃんの引っ張りでオペレーションコストタダで、使っていきましょう。うん。で、調子もね上げてくれるんでね、まあいいですよね。うん。さあ、レナ様、先ほどヒットを打たれてはいますけども、どうしましょうかね。うん、まあ、ここはね、まあまだノーアウトなので、うん、まだいいかな。うん、まだいいでしょう。うん、そのままいきます。あ、でも打たれちゃってますけど、どうだ。オッケー、ナイス。センターのキリちゃんがキャッチしていく。はい、では、そのまんま行きましょう。うん。で、盗塁成功のアウトで、で、ランナー得点圏にいる。怖いですね。ここ全力投球行きましょう。うん。で、三振です。で、そろそろね、ちょっと強振使いたいところではあるんですよ。っていうのは、そのなんだろう、このね、ケンちゃんがね、このね、装填技がね、強振使わないと発動しないので、してこないので、うん、ちょっと一回強振挟みます。うん、強振挟んで、おー、いいですね。さあ、カットインが出たということで、うわ、ツーベース、素晴らしい。意外とパワーヒッター系なんだよね能力的に。うん、
で、ここはヒットで、イケイケで行きたいんですけど、大体は6回からなんだよな。うん。まあ、いいでしょう。まあ、2点、先制してますんで、うん。いいでしょう。で、そのまんま行きます。うん。さあ、まあ、流し打ち使ってももう回復しないので、そのまま行きます。さあ、ヒットです。で、ケンちゃんは、まあ、そのまんま、打順どうなってる？そのまま、でも使っていきましょう。うん。こっからはちょっとね、打力期待できないけど、カットインしてからの、はい、オッケー！ビッグライ、ジョージマさんですね。うん、素晴らしい。この4番はね、割と頼りになるんだよね。ヒットで、アウト。まあ、ここはもうしょうがない。おー、アカネちゃんが意外と打ってくれる。おー、タイムリーですね。チオちゃんのタイムリーも出つつ、まあ、このまま行きましょう。うん。さあ、だいぶね、5点リードしております。うん。さあ、三振で。で、タイタイの流し打ちで、オペレーションコストを回復していきの、そのまんま行きます、ここは。うん。ひよみ様はアウト。じゃあ、ケンちゃん、ここもうちょっと、もう一発行こうか。じゃあ、ケンちゃん。さあ、どうだ。さあ、またカットインが入ってからの、はい、タイムリーですね。はい、ホームランではない。はい、で、ツーベースヒットで、ランナーを返しつつ、で、またスリーベースヒットで、で、ここは確定ホームランです。はい、ツーランホームランですね。うん。で、ここをね、なんとか抑えてくれれば、次の回、この回、裏、抑えてくれれば勝てますね。じゃあ、全力投球で、抑えていきましょう。で、全力投球、全力投球、全力投球で、チェックメイトですね。はい。まあ、ちょっとゲーム序盤はね、だいぶ、投手戦でしたけど、うん。まあ、嫁がね、口火に、なんとかね、点を取ることができて、そこからいい流れになりましたね。はい、でね、アニメーション発動したよね、アニメーション。うん。ちょっとね、カットしたまんまになっていた。はい、では、次の方、フレームマスターさんですね。で、ランダムで発動。で、演出。で、オンですね。はい。相手オーダー。さあ、まあ、よく見た打線。うん。まあ、3、4、5だよね。ここはね。本当に。で、まあ、5番サード嫁様が、ちょっとね、調子乗ってるということで、まあ、厳しくいこうかな、というふうに思います。うん。まあ、他は打たれてもいいんですけど。ではね、行きましょうか。行きましょう。はい。さあ、まあ相手、まあ特に恐ろしいのが3、4、5番のクリーンアップです。さあ、まあこちらが先行ですね。はい。まあ、ヒットになる。で、ヒットでアウトで、で、嫁の流し打ちです。さあ、先制タイムリーのチャンスです。はい。どうでしょうか。はい。期待を裏切らない。はい。素晴らしい。で、先制させてもらいいので、まあ、ケンちゃんはまあそのままでいいでしょう。うん、まだね。ランナーまだね、置いてる状態では、強いところではあるんですけども、おー、ミートジ。さあ、ここはいいでしょう。はい、三振で打ち取っていく。うん、三者凡退。で、アウト。まあ、下位打線は、おー、アカネちゃんが結構やりおる。で、ヒット。おー、カマンベールパイセンもヒットになり、のアウト。さあ、1点先制してますけどね。まあ、ちょっと油断はならないですね。で、アウトで。で、嫁様はもう何もさせないよ。嫁様は何もさせないからね。うん。はい。セカンドゴロ。で、アウト。さあ、で、奈良ちゃんですね。そう、奈良ちゃん入れてますんで、まあ、守備が、落ちてきます。時々。で、アウトで。で、嫁の流し打ち。さあ、先ほどね、打点上げてますけども、今回はどうでしょうか？ヒットですね。うん。で、ケンちゃんはそのまんまでいいです。はい、おー、決めた！ホームラン！うん。そう、ケンちゃんね、すげえ打つのよ。うん。で、ムードメーターが圧倒的に有利ではある。さあ、ランナーも返します。で、ランナーを返していきます。さすがね、走力に定評がある、感じ。で、アウトで。で、ここはそうですね。まあ、でも5点先制してる。で、今日まだ委員長何も使ってないので、ミート重視いきましょう。じゃあ。さあ、ミート重視でヒット。うん。では、満塁でタユタユ。満塁でタユタユ。まあ、以下そのままで。うん。
でヒットで、で嫁様で、グラスラ決めてもらいましょう。流し打ち、さあ、グランドスラム確定ホームランでからの、ビッグフライ、シノノメさんですね。で、はい、10点で、ケンちゃんの、引っ張り、うん、ケンちゃんの引っ張りで、ヒット、うん、で、ここはまあそのままでいいでしょう。で、アウトで、で、ミート G で、三振、うん、いいですね。で、まあここは下位打線ですけど、まあ、あかねちゃんがね、割と調子いいんですけどね、うん、まあしょうがないかな。さあ、1番に戻って、翼ちゃんで、いわきちゃんで、お、ミート B ですね。ミート B の三振、うん、素晴らしい。では、ここは、もうそのまんま行きましょう。で、嫁は関係ないですけど、ホームラン暴れすぎなんだよな。うん。で、ここもヒットですけど、まあ、どんどん。まあ、点取れ、まあ、取んなくてもいいんですけども、いいんですけど、あ、ヒットになる。嫁様は何もさせません。嫁様は何もさせませんよ。うん、三振で、で最後ここ全力投球決まれば、ゲームセットという感じになりますけども、OK ダブルプレイですね。あ、まあダブルプレイ、ゲームセットではない。うん、まだワンアウトだった。はい、っていうような感じでありがとうございます。あかねちゃんがね非常に調子がいいですね。うん。さあ、最後の方じゃない、その次の方、3番手の方、日和さんですね。で、ランダムで、発動する。さあ、相手、EX プラス4。まあ、そうですね。倉敷ちゃんを使っているというような感じ。なるほどね。はい。では、行きましょう。さあ今のところはね、いい感じに進められて、まあ守備がね結構いいかなっていう、いい感じに働いてるのかなっていう、まあ守備力が高いね、あのキャラクター、今回はね多めに入れてる。おお、流し打ち使い忘れうん、まあ守備がね、おお、ツーベースヒット、あかねちゃんがね次以降から使えますね。うん、でアウトで、じゃあケンちゃんの引っ張り、うん、まあただで使えるんで、ただで上げつつ、使いつつ、調子を上げます。うん、で、ホームラン。おー、ヒイラギちゃん。ヒイラギちゃんのソロホームランが出ましたね。うん。で、アカネちゃんが結構ね、ヒットになる。で、チヨちゃんもなんだかんだちょっと打ってくれる。で、アウトアウトで、アウト。うん、いいですね。はい、で、奈良ちゃんですね。奈良ちゃん、まあ、外してもよかったっちゃ、よかったんですけど、まあ、普通にそのまんま入れちゃいましたけどね。では、嫁様の流し打ち。ランナー、2人置いてます。で、おう、ゴロになっちゃう。じゃあ、ケンちゃんで、決めてもらいましょう。追加点欲しいです。おう、満塁。うん、単打でした。では、じゃあ手堅く、犠牲フライ。さあ、行きましょう。アウトになっちゃった。犠牲フライ失敗。まあ、しょうがない。でも、おお、キリちゃんの、グラスラ、珍しい人が打ち寄った。はい。で、三振で、アウト、うん、で三振、ヒット、うん、チヨちゃんがなんかちょこちょこ打ってくれるよね。では使い道のない送りバントやりましょう、うん、さあ、お、三振になっちゃった送りバント、これマジで意味ねえな本当に。ヒット、じゃあもうヒッティングの方がね期待値高いよね絶対うん、お、嫁様がなんか不調ですねこの試合。うん、でアウトで、あー、そうだ、あかねちゃん使うの忘れてたこっちの画面にしないとダメだね。うん、じゃあケンちゃんの引っ張り、うん、さあランナーいない状態であればね、まあ、手が気軽に使えますんで、はい、でアウトで、まあ、この辺はしょうがないアウトですね。うん、まあ、それでもね、下位打線、まあ、期待値低いなって思ってたんですけど、割とね、意外と打ってくれてるなっていう印象。で、アウトで、ヒット。で、太夫、そう、流し打ちで、オペレーションコスト回復していきます。これでね。で、回復 C の、さあ、タイムリー。ランナー返す感じかな。うん。素晴らしい。うん、ファーストにいたのに。では、ここはそのまま行きましょう。で、アウトで、おー、嫁の調子が珍しく悪いですね、今回ね。うん。で、アウト。で、気休め引っ張り。まあもう絶好調になってるんですけどね。うん。
でヒットで、まあいいでしょう、はい。でアウトで、ヒット、おーいいですね、うん。でアウトでアウト、うん。じゃあまあオペレーションコストも95あるんで回復してもあれなんで、うん、まあそのまんま行きましょう、うん、そのまんま行きの、三振、うん、いいですね。はい、でアウト、アウトででオペレーションコスト100ありますけども、全力投球でねもう抑えられるんじゃないかな、うん、9回まで持つでしょう。さあ、アウト、アウトで、ゴロッと、三振で、打ち取っていきます、うん。さあ三振ですね、うん。じゃあもうここは普通に行って、チェックメイトかな。もうオペレーションコストも70、温存してあるので、うん、いいでしょう。はい、でアウトで、まあね、あのカマンベールパイセンはね、あの三振取るよりも、ゴロになりやすいって感じなんでね、うん、ゴロで打ち取りやすいよみたいな、うん、打たせて取るのがいい感じ。はい、でありがとうございます。まあ意外とねちょっとね、まあ打ってくれはしなかった方かな、うん。で3人終わって、で次4人目ですね。4人目の方、はい、暁さんですね。でランダムで、発動する、いきましょう。さあ、今度は、ちょっと上がって EX プラス6、ですね。で風染めが、123風染めの789超染め、うん、嫁様が 7番か、なるほど、はい。さあ、おお嫁嫁さあ行きましょう。また、こちらが、先行ですね。でアウト、ヒット、うん、で嫁様の流し打ちで、オペレーションコストを回復しのアウト、うん、ちょっと調子がよろしくない嫁様が、うん、でアウト。さあこの回は無得点でフォアボール、つくもパイセンが出塁していく、でヒット、おーピンチですね、うん。でレナ様か、まあでもね序盤なんでね、そのまんま行くしかないけども、どうしようかな、ヒイラギちゃんのこのなんだっけこれ、ヒイラギちゃんのこれ、6回まで積極、守備をしよう。ああなるほどね、じゃあ積極守備使おうか、うん、はい、久々に使ったもんでねで三振で、ムードメーターがプラス2でね、固定されるんで、はい、でアウトでで三振で、三振、うん。まあね、ヒイラギちゃんのね、性能も先ほどのもね、守備としてはすごくね、使えるんで。さあ、奈良ちゃんは自動発動します。で、ここはヒットで、出塁 C の、タイタイはそのまんま行く。で、ヒット、ヒット。じゃあ、先制チャンスです。さあ、嫁様、そろそろ、不審脱却してもらいたいところで、タイムリーヒット。おお、いいですね。先制するよ、ほら、ビッグライシーののめさんですね。では、引っ張り、賢者の引っ張り、いきましょう。で、これでムードメーターもプラス2の状態ですけど、アウト。うん。まあ、ランナーいない状態だとね、まあ、力発揮できないんで、おー、ヒット、ヒット。さあ、いいですね。下位打線がね、いい感じに仕事をしてくれてます。うん、で、三振。で、つくもパイセンは死球ですけど、今回はアウト。で、ヒット、うん。ケイちゃんもヒット。で、アウトで、アウト、うん、いいですね。ではここはまあ普通に行きましょう。で嫁様の流し打ちでオペレーションコスト回復、回復でいいですね、はい、ランナー返します、タイムリーヒット。でじゃあケンちゃん引っ張り行きましょう、ランナー2人置いてます。で、調子も上げる、おおフォアボール。ではじゃあ、まあ5点先制してるんで無理する必要もないのでそのまま行きので、キリちゃんどうしよっかな、強振一回使っておく、うん、使っておきましょう、うん、装填技の兼ね合いでね、うん、おムードメーターゼロにされたなんかイベントさんじゃなくて、スカウトチケット専用の何近藤ちゃんとか、つけてんのかな、うん。まあ、このねこれは一回しか使えないんでね、うん。で向こうはピッチャー変わりましたけども、そのままおいいですね、調子がいいですけども、嫁様は普通に行きます。んで、ホームラン、おー、ツーランホームラン。じゃあ、まあ、この辺、おー、ホームラン、アベックですね。嫁と、ホームランがやたら出る。嫁と、ケンちゃんのアベック見られましたんで。
ここはじゃあその、全力投球でね、もう、コールドになりそうなので、全力投球で抑えていきます。はい、ありがとうございます。では、5人目の方ですね。うん、さあ5人目の方、さあ今回はね8人一気にやるんでね、ちょっと長いとは思います。はい、イオさんですね。はい、でランダムで、発動する。さあどうでしょうか。おー、EX プラス2、グンと落ちて EX プラス2、ケイちゃんが SSR と、アカネちゃんの SSR を入れているような感じ、うん、では行きましょう。はい、そのまんま行きましょう、そのまんま行きの、アウトで、で嫁様の流し打ち、うん、さあオペレーションコストも回復しのランナー得点に切ります。さあカットイング入って、先制タイムリーヒットですね。うん、素晴らしい。さあ、まあいいかいいかいいかいいのか。はい、ケンちゃん使おうとしたけどもはい、アウトで、まあ2点しか取れませんでしたけど、まあ先制取れたんでいいでしょう。でカマンベルパイセンが珍しくヒットで、じゃあ嫁様の流し打ちいきましょう。で、さあツーベースヒットです。じゃあ、ケンちゃんの引っ張りいきましょう。ランナーがいるときは使えるんで、なかなか強いんでね、うん、さあタイムリースリーベースヒット、うん、いいですね。で4点目。さあ、まあこの試合も問題なさそうではありますけど確定ホームランです。さあ、もう1点は欲しいところなので、頑張って取ってもらいたいところではあります、うん。で、ヒットで、で嫁様の流し打ち。さあ、まあ、返せるかな、うん、返せそうですね。はい、でおお、ビッグフライ篠ノ目さんですね、うん、素晴らしい。でまあ、この辺ももういいかな、うん、でアウトアウトでアウトで、この辺も、アウトで、うん、いいですね、いい感じです。でこのまま5回まで行ってくれれば、あと全力投球で、抑えれば、いいかなというふうに思います。うん、でアウトで、ヒットでアウトで、ここの、次の回抑えることができれば、ゲームセットですね、うん、次の回の裏ですね。さあ、ヒットで、アウト、うん、でここは、攻撃なので、そのまんま行きましょう。では、全力投球で、3人抑えていきます。でアウト。さあカマンベールパイセンもね、まあ久々に使いましたけど、まあ普通にね、抑えてくれるなっていう印象ですね、うん。で、三振ですね。はい、では、次の方5人目。本来だったら次で終わりなんですけどねさあ、5人目の方になるのかな、うん、5人目、下、イオさんで、あ、5人目じゃない、6人目かな、アキトシさん、ランダムで発動する。さあ、今度はまた、軍とチーム評価があって、EX プラス6、4、5、6、風止め、7、8、9、月止め。なるほどね、カマンベルパイセンの、チヨちゃんバッテリー、まあ、うちと同じですけど、チヨちゃんは、属性が違う。月のチヨちゃんはね、打撃に、期待ができるね感じの性能なので、うん、さあまた先行ですね。でアウトアウトで、で嫁様は流し打ち、流し打ちで、たまに先制ホームラン出ますけどね、うん、まあ、単打のヒット、まあ、まだね序盤なのでそのまんま行きましょうというところ。さあ、嫁様相手、おお、ツーベースヒットで三振で、まあちょっと怖いですねここね、うん、うん、アウトアウトで、でここも怖いけどアウト、うん、なんとかピンチをしのいだ感じで、アウト、おお、キリちゃんのヒットでアウトアウトで、うん、まあこの辺はしょうがないですね、うん、でアウトで、でアウトで、どうでしょう、おお、ヒットになる。ここ怖いですね、うん、怖いので、全力投球で1回抑えます、うん、でここは、アウト、ショートゴロですね、素晴らしい。でムードブレイク、相手も奈良ちゃん持ってる感じで、こっちも奈良ちゃん、デバフの掛け合いです。んでは、ここは、そのまま行くしかない。で、おう、流し打ち、ちょうど回ってきましたね。さあぼちぼちね、先制点欲しいので、ケンちゃん、行きましょう。はい、引っ張り。
さあ、ランナー得点圏にいるのでおそらく先制できるはず。さあカットインが入って、2点タイムリー、2点はでかいですね。うん、では、ここら辺は、そのまま行くしかない。で9番で戻って、来ましたね。奪三振の日和が発動していく。でここは抑えていきの、いいですね。はい、でアウト、アウトで、うん、アウト、うん。さあ3番スタート、クリーンアップからスタートしておりますけども、ミート B にしつつ、うーん、ここも怖いっちゃ怖いけど、まあそのまんま行きましょう。でアウトで、でレナ様は怖いので全力投球する。全力投球で抑えるか、それか、あ、積極守備でもいいんじゃないかな。うん、積極守備にしましょう。で積極守備でムードメータープラス2で、固定しつつアウト、 OK です。でアウトで、アウト、アウト、うん、三者凡退にされてしまう。でアウト、お、いいですね。デバフがね発動してきますね、結構ね。うん、さあここはね、あのそのまま行きましょう。でケンちゃんの引っ張り、調子絶好調にして、まあオペレーションの、おー来た、ソロホームラン、ビッグライジョージーマさんですねやっぱね、あのケンちゃん打つのよ。うん、なかなかね、あのなかなかね、バッティングにねすごくね、あの期待できるんじゃないかな。うん、でアウト、アウトで、ここはそのまんまでいいかな。あ、そうか、嫁様長打出てるから、あかねちゃん、あかねちゃん使うのさっきからずっと忘れてるけども。では、オペレーションコスト回復していきます。タユタユで回復 C のヒットで、嫁様はそのまんま行きの、ここは、ルイに出れずって感じ。さあ、まあちょっと怖いんですよね、意外と。でヒットになる。じゃあ、あ、そうか、6回までだから使えないのか、なるほどね。怖いですね。じゃあどうしようかな。結構怖い打者続くんだよね。でアメリアちゃんとかも、あの一応ヒット出てるんで、じゃあここはねもう全力投球で、2人抑えていきます。あ、でもノーアウトか。おお、ダブルプレー来た。まあ1点ぐらいいいっすよ。うん、じゃあ、ここはそのまま行こうか。うん、やると。では、ケンちゃんの引っ張り。オペレーションコスト、ただ引っ張り。そう、また!2 打席連続ホームランが来ましたね。ビッグライジョージーマさんですね。すげえ打つじゃん。で、アウト、アウト。うん。まあね、ちょっとね、油断はならないですけども、ここ長打出てるんで、アカネちゃん使いましょう。ようやく、使う時が来た。アウトで、オペレーションコスト回復 C ので、カマンベールパンしてもアウトを取りやすいのでね、いいでしょう。でアウト、アウトで、アウト、うん。じゃあここは全力投球で、抑えていきます。はい、でアウト、サードゴロ。さあ、2人目、さあ2人目は三振で、3人目、これでチェックメイトかな。うん、はい、ありがとうございます。ショートゴロ、まあちょっとね、ちょいちょい危なかったですけどね。うん、いいでしょう。で、まあケンちゃんがね、すごくね、打ってくれましたんで、いいでしょう。さあ、最後、ラスト2人なんですけども、ヨミさんですね。はい。で、ランダムで発動。さあ、おお、チームくんと、評価ぐんと下がって SSS プラス5。うん、まあ問題なさそうっちゃなさそうですけども、まあ、風属性が多めって感じかな。うん、さあさあさあ、どうでしょうか。今度は、高校ですね、こっちの。うん、で三振、三振で、おお、デバフがいきなり発動していく。でアウトで、で嫁様の流し打ちでオペレーションコスト回復。おお、来ました、先制ホームランですね。ビッグライスのノメさんですね。うん、さあで、アウト、うん、でアウト、おお、ホームラン打たれたさあ、この試合、今回の試合初めてね、同点にされていますね。うん、でヒットで、まあなんとか、取り返してほしいところ。さあ相手も奈良ちゃんが入ってます。うん、さあこっちも奈良ちゃんが入ってるので、デバフ掛け合いでは、アウト、アウト、で、三振。うん、でここはそのまんま行くしかない。アウトで、で嫁様の流し打ち行きましょう。うん、さあ流し打ちからの、ヒット。じゃあ、ケンちゃんの引っ張りで、これでね、勝ち越せると思います。うん、さあいいですね。うん、
はい、今回ケンちゃんね大活躍です。うん、ランナー置いた状態だとねすごく強いです。でヒットでアウトで、ここねどうしましょうか、ね、いっぱい使えますねじゃあ長打警戒いきましょう。長打警戒を使いの長打でなくなります。うん、で三振。さあ、ヒットで、ヒット。さあさあ、つながりますね。で、犠牲フライ。で、1点。また追加されます。で、ヒットで、で、アウト。うん。いいですね。いい感じに取れてますけどね。うん。で、三振で。で、嫁様の流し打ちはもう回復しないので、そのままいきます。では、まあ、ここはそのままでいいでしょう。うん。で、ケンちゃんも、出塁。いいですね。でムードメーターが圧倒的に、有利な状況にはなってはいる。うん、でヒットで、まあ、そのままいきましょう。でアウト、ヒットダブルプレーいいですね。うん、ではここら辺でね、まあ、決めちゃいましょう。うん、で委員長のミート重視で、ヒットでさらにタイタイの流し打ちで、まあ、ヒットにはなり、まあ、多少はなりやすい。うん、でヒットヒットでじゃあ、まあ、ここはそのまま行きましょう。で、ツーベースで、で、確定ホームランですね。うん。はい、OK です。さあ、これでね、一周目、ラストでございます。次で。うん。さあ、長いな。今日は長いよ。8人は長い。本当に。うん。さあ、ラストですね。ルディさん。さあ、行きましょう。最後、一周目の鳥ですね。で、発動する。さあどんな感じでしょう。おお、またぐんと下がって SSS プラス5 そっか、うん、またさっきみたいな展開にはなりそうですけど、まあ1点ね、点取られてるんでね、うん、まあね、ちょっとね、油断はならないですけど、うん、で三振三振でヒットで、で嫁様の流し打ち。さあ嫁様はねもうほんと強いですけど、おお、アウトになる。でここはそのまんま、うん、でアウト。さあでヒットね、こういう感じでねちょいちょい打たれるんでね、うん、まあ油断ならないですけど、まあなんとか抑えられましたね。うん、で三振三振。さあ、デバフですね。はい、発動します。で三振三振、三振三者凡退でヒットで、でまだ意外と点が取れていない。では嫁様の流し打ち。さあ今度はルイ出れますかね、ヒットは。でおお、タイムリーですかね。おお、先制ホームラン、ツーランホームラン。ビッグライシノノメさん、今日何回ビッグライシノノメさん言ってるんだっていうではケンちゃんの引っ張り。さあ引っ張って、ヒット、うん。さあおお、デバフが発動された。うん、ミート B にされましたね。うん、でこの回、3点、取れましたね。うん、さあエラーになる、珍しい。でダブルプレー、うん、いいですね。で三振三振でアウト。うん、なかなかねちょっとヒットが今回の試合も出てくれませんね。うん、でアウトで、で嫁様はそのまんま行きの。じゃあケンちゃんでもう一発行きましょう。うん、さあ、もう一発行きのヒット。うん、いいですね。じゃあ一回、じゃあここで強振挟みます。うん、まあ装填技のために挟んで、アウト。うん、でまあね、ケンちゃんがね次の打席から、さらにね強くなるんじゃないかなっていう感じで三振。んじゃあまあそのまま行きましょう。うん、まだいいでしょう。でタイタイの流し打ちでオペレーションコストを、回復します。はい、でヒットで嫁様はそのままでいいかな。うん、おホームランはい、ホームランになっちゃった。でホームラン、おお、いいですね。でホームランホームランホームランですねさあもう1点取りたいとこですね。うん、でアウト、三振でアウト。うん、でアウトで、アウトでアウト。さあ8回、次の回、この回でねもう決めちゃいたいところではあるので、うん、で、委員長。さあこれで終わりそうですね。うん、終わりそうですね。流し打ち。さあ流し打ちでアウトになっちゃう。ああ、決められなかった。じゃあ次のね、裏で、攻撃で決めちゃいましょう。嫁の流し打ち。流し打ち、うん、流し打ち。まあね、出塁はしてくれ。おお、最後は嫁様で決めていく。はい、ありがとうございます。
さあ、終わりましたね、これでね、もう、終わりましたね、全員、姉妹校さんたちのね、まあね、ちょいちょいね、そのログイン日数空いてる関係でね、ところどころね、入れ替えさせて、いただきましたけど、うん、はい、無事ね、もう長きにわたってね、いろいろ間とかも空いたりもしつつ、長きにわたって、まあ、途中ね、姉妹校さん入れ替えつつ、でしたけど、100人、全員終わったよ、というような感じです。はい。対戦してくださった方々、ほんとね、ありがとうございました。でね、まだね、ちなみにね、承認待ち枠の方、あとね、24名の方残っていますけども、でね、まあ、ログイン日数が、こちらの、既存の姉妹校さんの方で、40時間以上、空いた方を、まあ、対象に、ちょっとね、外させていただいて、でこちらのね、一番上の方からね、順に、受け入れているというような感じです。あ、ちなみにこの3日前とか、そういう方はね、ちょっと外す可能性があります。うん。やっぱりね、ログイン日数、ログインしてる方をね、まあ、なるべくね、入れたいなっていう気が、するので、まあ、そういう風に考えているので、まあ、このちゃんちゃんって方はね、次回入れるタイミングになっても、この状態であれば、外させてもらうって感じですね。はい、今のところね、多分ね、記憶に正しければ、今までの姉妹校マッチで負けたのって多分1回だけなんですよね。で、姉妹校戦、今度ね、まあ、メンテナンスっていうかね、アップデートして、で練習試合でもタグが付けられるっていうところなので、全国大会のようなんだもんで、今回の、今回じゃない、次回からはね、まあ、フルタグで、くっつけて、で一番上の方からね、またね、順次、対戦していこうかなというふうに思います。はい、とにもかくにもね、やっと終わったって感じです。うん、またね、回ってくると思うもんで、今度はね、フルタグなので、すごくね、厳しい戦いになるんじゃないかなっていう気がするので、で、またね、負けた回数ガチャかける5というような感じでね、同じようなルールで、またね、対戦お願いしたいなというふうに思います。はい、まあ姉妹校さんの方、まあ先ほども言ったように本当対戦ありがとうございました。またね、まあアップデート期次第、対戦させていただきますので、その時にね、またよろしくお願いします。はい、ということで今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。